有野川と旗川の合流地点に来ました。あちらに今日の朝水門を設置するように提案した内容なんですが、まあ、あちらに水門があったとして橋のところに、まあ、あの高さだと、まあ、次こちらの旗川も次の橋のところですね、まあ、そこまで行ってみます。あちら新鉄神戸電鉄です。で、一つ目の橋に来ました。まあ、こちらに水門ですね。で、真ん中の中央の排水口のところのまあ、1×1 ですかね、まあ、それぐらいの回転扉式の発電だけで両サイドは開けれるような水門の形で良いと思います。やっぱり水量少ないんで、基本的にここから上へ行けば行くほど、まあ、河川が細くなってと、まあ、ぐるーっと回ってこう自宅の方に帰るようなルートになってるんですけどね。ちょっと次の橋まで、風景はこんな形ですね。天神橋って書いてる橋ですね。まあ、水の流れ自体はあちらがちょっと傾斜があって分かりやすくはなってますけど、まああんまりないですよ。ちょっと電源切ります。先ほどの続きですけども、先ほど言ってた橋があちらなんですけども、すぐ目の前に新たな橋が現れました。で、この橋はもう一旦飛ばしましょう。こちらに水門作らなくてもいいと思います。まあ、ただね、あちらに水門を作った時に夜にね、水をすべて止めてた時に、一晩経った時にかなり先の方まで水を溜め込むことができるんじゃないかなっていうのは、まあ、普段からでも予想できるんですよね。だから排水口は 1×1 で、まあ、それが、まあ、回転扉式で全て貯水されたものはその日、まあ、朝8時ぐらいに開けて、まあ、7時でも結構なんですけども、まあ、排水を始めると、そうすることによって、まあ、発電ができると。夜間のうちにかなり貯水できるかどうかはポイントなんですよね。次の手頃な橋がないか探してみます。ちょっと橋の名前が面白いので一応記録しておきますね。咲いたり橋、まあ、何かの漫画でそういう風な名前が出てきたと思いますけども、一応記録しておきました。先ほどから200メートルぐらいですかね、まあ、歩いてきたら次の橋が見えてきたんですが、まあけど500メートルぐらい先で水門閉じていていたとしても、この坂本橋も別に水門作らなくても良さそうな気はしますね。特に河川の横から大きく水が流れ出てるような気配もないので、まあ、そういう風な判断になりますね。まあ、この先にそのだいぶ長い距離橋がなかったとしたら坂本橋で作るべきなんでしょうけども、ね、もうちょっと先まで進んでみます。坂本橋から、次の橋が見えてきました。距離にして200-300メートルといったところですね。最初の地点の水門から次作るなら、こちらの愛の本橋ですかね、まあ、ちょっと読み方が分かりませんが、でこちらをもし近くに橋があるんだったら次の橋ぐらいになりそうですね。次の橋が見えてきました。案外近いです。100メートルほどですね。で、まあ昭和55年3月に作られた橋みたいですね。元岡橋という名前みたいですね。あ、元岡橋ですね。まあ、サイドの用水路みたいなところもあるんですが、
まあ一番最初の地点からここか、まあもうここぐらいに着けた方がいいかもしれないですね。まあ、もうちょっと歩いてみます。次の橋に来ました。平成9年10月に作られた橋ですね。こちらでも全然問題なさそうですね。一番最初の地点からちょっとまた向こうに渡ってみます。あのまあ先ほどの橋があのコスモ石油さんのところです。あのまあこの辺にでもやっぱりあの一応水門つけて、あの河川の床をね、あのコンクリート化しなかったら結局水が抜けていくと思うんで、水量ちょっとこの 100m 先もっとあったんですよね。でその先行ったら水量落ちてるんですよ。 500m ほど先行ったら見た目なんですけども、だから多分ね、あのやっぱりそこをコンクリート化しないと水足らないんだと思います。先ほどの川の上流なんですけども、このケヤキっていうこの木なんですけども、これがねやっぱり大きいですね。すごい大きいです。なんかこう間に人とか誰かいないとけど、なんかちょっと分かりづらいですよね。次の橋見えてきましたけども、もうここはスルーですね。もうかなり先になりそうです。あの川がの水がほとんど流れてないように、あの高低差がすごくなだらかなんで、かなり 先でいいと思います。次はコスモ石油さんのところから、その次の橋が見えてきましたけども、こちらもスルーで、あちらの橋もありますけども、あちらもスルーですね。その次の橋が見えてきましたけども、こちらもスルーで、あちらの橋もありますけども、あちらもスルーですね。その次の橋、あちらが目の前の道路がですね、左手の方をずっとまっすぐ進んでいくと藤原台の方へ行って、ステップガーデンの方に行くところですね。まあ、まっすぐ進ん、あの道を左手の方にまっすぐ進んでいったら、北新清和台の方の、藤原台かもしれませんけども、消防署、があるところです。ここはねちょっと傾斜あるんでね、あのコスモさんの位置からここかその次ですね。先ほどの地点から、少し歩いてきたところ、2つの河川が合流ですね。左手の方が多分旗川だと思います。で、まあ、あちらなんですけども、まあまあまあちょっと見に行く予定は今のところありません。あの位置の水門のところでいいんじゃないかなと思います。もし必要なのであれば、あの橋のところに水門一つ1メートルかける1メートル作っておいて、あとはもうまあある程度の時間帯に開門をして、ある程度の時間帯にまあ閉めると、途中でまあもうすぐ水が抜けてあれだと思いますけども、まあ夜までそのまま水が流れてくるに任せるみたいな形になるんじゃないかなと思います。まあ、あとはこちらの方にどれぐらいの地点に作るかですね。まあ、一応こちらの方から流れてきてる水も多分この横から出てきて、やっぱり出てきてますね。横から出てきてます。まあこれはだいぶ先までっていうところですね。ちょっと電源切ります。まあ 100m ほど進んで次の橋が見えてきました。まあ、横から何かこうこんな日でもそこそこ水の流れの勢いが良い状況になってますね。あの横から出てるところ、まあ、ただし高さがあるんで、まあ、あんまり気にする必要ないと思います。
でこの、先ほどの位置の水門とかがそうなんですけども、あのおまわりさんに結局開けて閉めてしてもらったら良いかと思います。オーナーダー橋と記載されていますので、まあ、もう少し歩いてみます。道らしい道ではないですが、ちょっともう歩いてみます。別の地点でも見たし、昔も見たことあったような気がするんですけども、井戸が見えてきました。まあ、河川の横を深く掘って、で、まあ、土管みたいなものを通して、で、まあ、ろ過して自然とろ過されてくる水を、まあ、使用していたっていうことだと思います。まあ、この辺りの、ね、場所も畑にできるっちゃ畑にできるなとか、まあ、そういう風にも思ったりもしますね。まあ、まだまだ水門はいらなさそうですので、もう少し先まで行ってみます。もう少し進んだ先に合流地点があります。まあ、あまり気にしなくて良いと思います。それと、まあ、次の橋が見えてきましたけども、まあ、あの橋のあたりもまだスルーでしょうね。まあ、ここ先ほど畑にできそうって言ってたところを歩いてきたところなんですけども、もし畑が無理だったら植林でしょうね。昭和49年12月に作られた橋ですね。まあ、こちらは貯水池か何かあるみたいですね。まあ、下の方をくぐらせてるみたいですね。に見える橋あたりですかね。水門作るとしたら、ちょっと待ってください。一旦電源切ります。まあ、向こうの方から歩いてきたんですけど、あちらそこそこ段差があって、まあ、そこもそこそこ段差があると。で、先ほど旗側と右側に幅1、まあ、2メートルぐらいの合流してきた河川があったと思いますけども、まあ、あの先のコスモか、そのあたりか、ちょっと僕も、もう今だいぶフラフラになってきてるんで、記憶があれなんですけども、そこの山垣畜産の前あたりで、あの橋のところぐらいで水門、それかその次ですね、その次にも、道路があるんですよ。結局、門の開け閉め、警察官の方がするとなると、有馬警察署からここ近いんですよね、山垣畜産さんのところ。左手の方が、北進清和台で、こちらの道路が、まあ、こちらのその向こうの道路が、まあ、有馬警察署の近くの郵便局のところに行く道ですね。また白い鳥見かけましたね。まあ、あちらの辺りがいるかもしれないですね。水門設置場所です。で、この河川の上流の方、次水門を置くところは藤原台の一番端っこぐらいのところに、まあ、開閉型の水門を置けばいいかな、どうかなっていうところですね。
まあとりあえずここまで考えたらいいんじゃないですか。